はい、安尾です。ウォーフレームやっていきます。今日やっていく内容ね、こちらアップデート 22.18.7 を紹介していきたいなと思います。 Y アップデートニュース、安尾アップデートニュースね。でね、今回内容がちょっと少ないと思うんですけれども、結構興味深いアップデート内容だったので、一つずつ、紹介していこうかなと思います。まず一つ目、サンクチャリの敵の強さの変更ですね。これはどうやらバグだったみたいなんですけれども、シミュラクラの、81レベルのチャージャー、サンクチャリの81レベルのチャージャーの、ヘルスの容量が全然違ってたみたいなんですよね。なんでそれを、修正しましたよといった感じの内容ですかね。あとはなんか書いてるけど長えな、すげえ。3行にまとめてって言ったでしょ、 D。いや、なんなら3文字にまとめてや。なるほど、 D 的にはゾーン8に達成することがすごい重要だと考えてるみたいで、でエリートのね、初期のレベルがゾーン1の時の初期のレベルを低下させて、その代わり敵1匹1匹をね強くしたといった感じになってますね。さらにゾーン15の時に最大レベル、150から180になるみたいですね。上限が設けられるようになったのかな。で、できるだけ緩やかにはなっているのか、敵のレベルの上昇率は。そして高レベルの、敵に対してかな、追加ダメージの乗算を削除。なんだこれ、ダメージキャップってことかな多分。ん？ちょっとよくわかんないな、ここの変更点には。で効率を貯めて、次のゾーンに行くみたいなんですけれども、これどうやらですね、この効率が出現しやすくなっているのかな。そして効率爆撃モードはいずれかの猛攻撃モードでも爆発ゾーン、あーなるほど、なんか変な黄色い弾が15を超えたら出現することはなくなったのか。さて次の変更点なんですけれども、新フレームコーラのブループリントがエリート補修から削除されました。その代わりアクシーレリックに置き換えられましたね。ちょっと見ていきますか。Cローテですかね、多分ここら辺だと思うんですけれども、正直レリックはいらないんだよなそこじゃないんだよな、レリックじゃないんだよな。まあいいや、次ちょっと見ていこうかな。サンクチュアリの参加条件として、フレームのランク30っていうのは絶対だったんですけれども、ノーマル版の方は、その条件が削除されましたね。その代わりっていうか、まあエリートの方は30じゃないと参加できないといった感じの内容になってますね。次がですね、なんか面白い変更点あるかな。なんか特にないね、細かい修正内容としては。あー、あったわ。ウーコンのこれは一番増強かな、多分その変更だと思います。はい。で、クイルの、シータスのウィスプを交換できるようになりましたね。1万ポイントです。シータスウィスプ1万ポイントか、なんか1万ポイントもったいない気がするな、それだったら。で羽衣もゼファースキンが修正されたと。あーなるほど、金属のパーツがちょっと変わったのかな。ちょっと見ていきますか、せっかくなんで。まあこれはね PS4 なんですけれども、どこにあんだ金属パーツ。あ、爪あたりについてるのがちょこちょこっと、本当についてんだな、よくよく見たら。青いパーツですね。あー、ここがちょっと変わったといった感じなのか。まあこれ PS4 だからわかんないんだけど、変わった部分なんで、PC 版の方はね、ぜひこれとどれぐらい変わってるのかっていうのをちょっと見比べてみてください。次に新フレームコーラのアビリティの変更ですね。全体的にアビリティの発動時間が、短くなったのかな。そして一番の変更点なんですけれども、コンボカウンターが適用されるようになりました。これなぜコンボカウンター最初から適用しなかったんだろうね。ここなんかよくわかんないけれども、次4番の、敵に対して、釣られている敵に対して1番を使うことによって、他に釣られている敵がね、ダメージを受けるようになりました。ただし攻撃の、半分のダメージしか受けないと。そして2番の敵に対して使うことによってスタンが、加速されるっぽいですね。次2番の変更点なんですけれども、この文を読む限りではターゲット式から範囲式になったのかな。さらに2回なんか広がるっぽいですね。そして、1番に殴られても敵が目覚めないようになりましたといった感じです。次ね、3番の変更点なんですけれども、これもはやパッシブアビリティにした方が良かったんじゃないのかな。3番使う必要性がなくなったと
ただし、ペットが一度でも死んだらですね、そのまんまペットが死んだままなんですけれども、コーラがね死亡して復活した際はペットが復活するようになりましたよといった感じです。これは実質ナーフみたいな感じかな。でさらにですね、この猫ちゃんはですね命令を受けるまで勝手にずっと戦ったまんまになっていて、そして3番の発動することによって、戦闘形態を変えれると。ただしエネルギーコストがかかるようになりました。さらにコンパニオンにつけるモッドアニマルなんとかが正常に作動するようになりました。エネミーレーダーのやつですね。で猫ちゃんのダメージタイプが切断タイプに割り振られたといった感じの内容ですね。そして最後4番の修正内容なんですけれども、4番で吊るされた敵が死んだ場合、そのまんま、床に落とされて、その空いたスペースでまた敵をね吊るせるようになりました。でこれ以上のまだ情報は出てないんですけれども、どんどんね随時情報が公開されていくみたいなんで要チェックですね。最後にちょっとねワークショップ覗いてたら面白いなんか変更案が出ていたので、ちょっと紹介していこうかなと思います。アップデート 22.18.7 のちょっとかぶっちゃうんですけれども、サンクチャリの効率の調整がまた入るっぽいですね。なんかちょっとまだね翻訳しきれてないんですけれども、まあ簡単に説明するとウェーブ8に達するまでがさらに簡単になるよといった感じです。すげえざっくりとしたら結論から言っちゃった気がするな。そして高レベルでの敵のレベルがさらに、上がると、先ほどね、敵の上限が180って説明したんですけれども、ゾーン25で、敵のレベルが280レベルにキャップになるよと。でスポーンフローフィックス、これちょっとよくわかんないんだよね全く。でこれはなんだ、ちょっとこれもわかんないな。でですねここちょっと面白いんですけれども、マスタリーランクポイントによってフォーカスの上限が今まで25万だったんですけれども、フォーカスの上限が解放されるっぽいですね。でマスタリーランク、1ごとに、5000のキャップが追加されるっぽいですね。なんでマスタリーランクが20の時は35万になると。これはまた嬉しい変更点なんじゃないのかな。サンクチャリってやっぱり、かなりねフォーカスポイントを集めるのなんか楽みたいなんでね、さらにこれでどんどんねフォーカスポイントが楽に集めれると考えたらすごい嬉しいのかなと思います。まあこれはねまだまだ修正案なんでね、まだ案なんでどうなるかちょっとわかんないんですけれども、これからがちょっと楽しみかな。さらにサンクチュアリがねまあ楽しめるコンテンツになってくるのかなと思います。以上やそうでした。またねバイバイ。あれ今からエンコードしようと思ったらアップデート 22.18.8 が来てんだけど、嘘!1時間前、嘘だ!あ、でもこれ結構被ってんな。うん、フォーカスポイントのやつとかも被ってるし、あ、サンクチュアリのレベルとかも被ってるね。なんとかなるだろう。